クルスです。今日は美容系のネタです。ずっと気になってたんだけどね、この辺の肉とかこの辺の肉とか、なんかみんな最近ハイフ言うとりますがな、みんな受け取りますがな、ということで私もハイフ受けに行ってまいります。行ってきます。クリニックに到着いたしました。ここから施術までの流れを説明します。まず最初にカルテに記入をします。その後医師の診察を受けます。そしてここから化粧している方は落としてください。さあ施術室へ配布スタートです。使っていただいた機械はこちらソノクイーンでした。みたいな感じのお話ってよく聞くんですけど、そんなことはない、そうですね、機械にもよると思うんですけど、こちらの機械、痛みが従来のものより少ないものになっておりますのでまず標準のパワーでお渡ししていきますね。はい、ジェル塗ってきます。お願いします。先生も言ってたんですけど、あと表情筋の膜っていうスマッソっていう筋膜があるんですけど、はい、そちらに超音波の熱を焦点的に当ててキュッとタイトニングして引き締めるって感じですね。はい、我慢できなくはなさそうな。大丈夫ですかね。まずこのままこのパワーでやっていきますね。はい、はい、じゃあ行きます。今やっていきますね。すごいここ響きますかね。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
照射後使っていただいた機械について尋ねてみました。機械としては、皮膚からの深さがどれだけいくかっていうもので、これは表面から 3.0 ミリですね。で、今日使ったのが、5ミリなんですけど、4.5 センチ表情筋の膜までスマッソを回るところまで熱が与えられるカブレッジになっております。これは目元周りですね。これはもっと弱いってことですか。じゃあパワーは特にあれなんですけど、細かいところに当てられる。やっぱりこの平面なのでどうしても顔ってやっぱ丸いので、この辺細かいところしか難しいんですよね。これも同じなんですか。3ミリ2.0 です。 2.0 ですね。脂肪層って言ってコラーゲンを産出する層に当てるやつなので、脂肪を破壊してコラーゲンの産生を促すという面では美肌効果もあるようなことになっております。これはどこに打つやつでしたか。これの方法ですね。同じところです。だけど内容が違うってことですか。コースによって層が違うんですね。なるほど。ただいま帰ってきました。配布受けてきました。一番最初はですね、施術に入る前に医師の診察を受けます。それで先生の診断によっては、できない人もいるそうなんですけれども、施術ができない方っていうのはこんな感じです。この他に前後1ヶ月で日焼けをしている方っていうのもありました。っていう方々はできないそうです。なのでまた期間を空けてできるようになるっていう時までちょっと待たなきゃいけなくなるんですけども、今回私はどれにも該当していないので、スッともう何の問題もないねっていうのですぐやっていただいたんですけれども、その時の診察でファンデーションとか下地とか、日焼け止めも全部塗っていない状態で、今日はもうここしかメイクしないで行きました。めんどくさいからで、それを見た先生が、あ、もう何の問題もないね、はいはできますって言ったその後に、あー、この辺もう看板出てるよね、トラネクサム酸飲んだ方がいいよ、あともう一個なんか薬の名前言ってたんですけれども、それが美白にアプローチできる薬だそうで、それをおすすめされました。余談ですが。で、施術に入りました。施術はね、医師の診断があった後なので、スタッフの方がやってくださったんですけれども、先ほど動画をご覧いただいた通りなんですけれども、なんかね、聞いたところによると、私の施術が終わった後に聞いたんですけれども、どうやら結構皆さん頑張って最大出力でやられているそうです。私ちょっと今回ひよってしまって、普通の強さでやりますねって、動画でもあったと思うんですけど、でそのままずっと大丈夫ですかって一回確認されたので、あ、これならこの痛みなら全顔でも大丈夫かもと思ってそれでやったんですけど、一番その後にところで皆さんってどのぐらいの出力でやられてるんですかねって聞いたら、結構やっぱり皆さん高額の施術なので1回でやるんだったらっていうことで最大出力でやられる方多いですって言われたんですけど、先に言ってっていうね。はい。で、私は今回通常の一番ど真ん中の出力でやっていただきました。そのど真ん中の感想を言います。やっていただいた、あのね、まずね、この辺、口のこの周りのあたり、これはなんと歯に今私の中で大注目の歯に刺激がきました
刺激が来ました。なんて言ったらいいんだろうな、歯医者の時に味わうような振動とか痛みっていうのじゃなくて、なんか歯茎のこの根っこ、この歯間じゃなくて根っこの方、骨に近い方にガーって響く感じが来ました。これはね、本当に お眠りいただくぐらいの麻酔じゃないと、私は多分あれ以上の出力では無理だなって思いました。あとは一番響く部分が、私はだからその 歯が今一番自分がデリケートなのが歯なので歯めっちゃ気になったんですけど、ここの周り、この口の周りね、やっぱ骨に近いところが一番響くので、あとはね、ここのラインね、やっぱこの顎の骨のラインのところは結構ガガガガガみたいな感じで響きました。あとやっぱこの辺のね、お肉がたっぷりついているところに関しては全然響くこともなく、これでお肉が焼けてくれるのかなって、なんか半信半疑なくらい全然痛くなかったです。ただやっぱり響く箇所はすごく響いてるって考えると、効いてるんだろうなっていうのはやりながら感じました。先生の説明では、こうタイトニングっていうその処方になるんですけれども、イメージ、まあ、お肉って焼いたら、生肉の状態から焼いたらキュッて縮むでしょ、その原理ですって言われてすごい分かりやすいなと思ったんですけども、確かにキュッて縮むじゃない。だそれがこのハイフのスマス層っていう層にアプローチしてるらしいんですけれども、そこの層のお肉をキュッてすることによって、そっちにキュッてしたのが持っていかれるから、キュッてなって全体的にキュッてなるみたいな、キュッしかやってないんですけど、でも分かるでしょっていう感じのイメージらしいんですよ。3ヶ月とか4ヶ月ぐらい空けたらまた次やれるらしいんですけども、そのぐらいの時間が経つと、あのお肌が修復してきて、そのねキュッてなったハンズのお肉たちも細胞がね、いろいろ新しく動いて、またちょっと戻り気味になる、新しい細胞も生まれてくるから戻り気味になる、だからそれをまたキュッとタイトにしてあげる。今回使っていただいたのが、撮影のその後に、これもね、後に説、そうだね、先に説明してほしかったけども後だったからしょうがない。後で、私が当てていただいたその機械のアタッチメントが、そのクイーンっていうのは変えれるらしいんですよ。でスマス層にアプローチするその照射のやつは4ミリって言ってたかな、それよりももうちょっと浅い層にアプローチする、コラーゲンとかがある層にアプローチする美肌系のやつもあったり、あとは目の周りとか細かいところに集中してできるようなスポットになっているタイプのアタッチメントもありました。その箇所によって内訳ができるそうです。ハイフといえどもいろんな種類があるようで、ちょっと奥が深いですね。全体ね、ここのほっぺっていうか、この顔半眼と、あとここの首元で全部で30分ぐらいでサクッと終わったので、あ、思ったよりもすごい早かったなっていうのが実感です。1週間後のクルスです。締め込め取るの忘れてたということで出てまいりました。せっかくなので、ちょうどハイフ施術から7日目なのがこの顔面ということで、7日目の経過している肌の状態とかもお伝えしてみようかなと思います。変化としては、ここのフェイスライン、このね、顎からこの顔のこの横っちょね、ここのフェイスラインがこうやってちょっと触ると軽い筋肉痛みたいな感じの痛みっていうまではいかないんですけど、感覚があります。ただ筋肉痛の痛みと言いましても、筋肉痛初日とか2日目ぐらいの結構触ると痛いっていう感じではなくって、3日目4日目ぐらいの、あ、そろそろ痛みなくなるなっていう終わりかけの筋肉痛の感覚です。それがこの1週間ずっと同じテンションで続いて
続いてるって感じですね。だから触るとその感覚あるんですけど、別にあの何もしてない時にその感覚があってすごい痛いとかではないので、生活に支障は全く出ておりません。あとは配布した当日はちょっとやっぱりあの施術中からねかけてったところがちょっと赤くなってたのでわかると思うんですけど、なんとなくね内側からポカポカしてる感覚はあったんですよ。ただそれも施術当日だけで、それ以降は全くひりつきとか痛みとかもちろん赤みも一切なかったので、本当にダウンタイムがない施術なんだなっていうのは痛感したところです。ただね、私が受けたその出力が一番ベーシックなね、ど真ん中の出力で受けてしまっているので、これは後悔しているから、皆さんはもし我慢できるのであれば最大出力でやってみてほしいなっていうふうに思います。そしたらね、多分この私の筋肉痛のこの感覚ももうちょっと激しめだったんじゃないかなっていうふうにも思うし、やっぱり出力が高ければ高いほどね、ダメージというか、まあ、破壊するので、皮膚の細胞を、そのためのものなの で、それで新しいものをこう生まれ変わらせていくための施術なので、おそらくちょっとねその後の痛みとかも強めに来るんじゃないかなっていうふうに思います。またなんかこうやって動画にできるような施術をする際には皆さんに一部始終お届けできればというふうに思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。